すごい、これスカニアのトラックなんですけど、超ローダウン。上がるのも大変そうだけど、そしてこれが2分割でやってて、上が超高い。でもかっこいい。なんかこういうのとかもすごい V8? V8 イメージですかね。こんにちは。はい、ということで、すごい車見つけちゃいました。あのスウェーデンのかっこいいトラックメーカー、スカニアの超ローダウン。これどんなことだっけ。なんかこれをカスタマイズされたのが大きかったですね。いや、今うちの会社が、はい、ちなみにこちらの会社どういった会社なんですか。基本はやっぱりなんかあるからね、すごい、はい、目についたのはこの車なんですけど、はい、なんでこのかっこいい車をさらになんか見つけちゃったんですか。これはやっぱりかっこよさ。トラック業界のかっこよさってどういうところですか。今まで、まあ今は出てて、昔のトラックって言ったら、ネックつけたり、デモトラックっていうのが多かったんですよ。で、やっぱりこう鬼瓦みたいな感じが始めてきて、なんか怖いイメージがあったんですよね。それをヨーロピアンスタイルにしてね、スタイリッシュにして、若い子に乗ってもらいたいっていうのもあるんですよ。基本的にはコンテンツとかポリシャスの方が変わっているのかな。例えばスカニアっていう名前で例えば会社があるんですけど、スカニアジャパンっていう会社があるんですけど、それがない部品も僕らは本部から取り寄せてるんですよ。どこがヘッドライト？ヘッドライトか。ホグラン？ホグラン。すごいなんか。まあ、ここもホグラン。上部になる。上部になる。そして？ね。誰？こういうすごいことに。これ曲がらないんですよね。これだと。これでも曲がりますよ。すごい。やっぱり V8 ですね。そうかなと思います。これ日本限定20台。もともとはヘッドしかないんですか。しかない。ヘッドはじゃあトラックがいい。例えばこちらの本社でこれ本部からこれを買ってみます。日本人はもう、ステーラーぐらいとか、あんまりかっこよくないから、はい、倍増してるんですよ。いや、これはね、ロンダー社という会社の、京都の副社長です。そういうとこ付き合いがあるんですよ。こういうことかも、ね、その色合いを考えて、こう色を考えてるんですよ。今日は別から出ますね。そうですね。次からまた本番。これマフラー。こんなところに。煙が出ます。中もおかしなことになる。ありがとうございます。じゃあ向こう側から行ってきます。ちょっと中詳しくちょっとじゃあ乗ってみます。すごい。あれすごい広い。はい。でちゃんとなんか囲われてます。全部ドライバー向きに。そして高い。広い。室内じゃん。はい。立てるんですよね。
何センチの人まで立てますか。本当だ、全然余裕。そう、全然空間あるでしょ。そうなんですよ。へえ、面白い。180ぐらいでも大丈夫。へえ、はい。で、あ、ちゃんと日本語入力。あ、そうです、そうです。で、あの、このね、収録まで決めたくさんあるんですよ。本当だ。すごい収納がたくさん。こちらにもね、飛行機みたいになってて。はい。で、ここがベッドですよね。そうです、ベッドです。へえ、でここがごめんなさい、あんまりトラック運転したことないんですけど、乗用車と近い感覚で乗ってもらったら、へえ、面白い、まあ、スピードメーターとね、回転系と、はい、まあ、この辺がオーディオ関係ですね。で、まあ、エアコン、はい、で、なんか室内の照明、あと、乗用車と違うところはできる、違うとこね、まあ、あの例えばね、これ、ここで、フロントガラスの熱線が入ってる。なるほど。そう。霜とかね、湯とか、まあ、溶けるようになってて、あと、まあ、デブロックとかね、ステージ足取られたときに、デブロックして脱出できるようなね。はい、あと、この辺とかもやっぱりあまりないですよね、乗用車。そうですね、これはね、作業中ですね、後ろ。これが車高スイッチ、フロントドリア上げれるんですけど、トラッカー、トレーラーとトラッカーとつなぐときに車高上げ下げしてつなぐんです、はい、なるほど、すごい面白い。あ、で、ブレーキアクセル、はい、オートマです、真ん中にこの軸があるっていうのが、そうですね、まあ、確かにシフトのチェンジがここになります。これでドライブ入ってます。でサイドブレーキはこれなんで、こんなにやっぱり大きいんですね。運転中も左手操作するのがウインカーぐらいなんで、ほとんどここで完結しちゃうんですよね。だからまあ運転にも集中できますし、最近のなんかこうトラック業界の流行りって何かあるんですか。有効ですか。まあやっぱりあの本当その辺も乗用車に近いかなと思います。本当に、まあ、プルートフォーデを聴いてたりとか、携帯と連動するようになってる。だから自分の携帯の中に入ってる音楽を聴けるとか。なるほど、あ、すごい、これ速度抑制装置。あ、そうです、はい、これがそれですか。これがね、まあ、標準的にあのリミッターっていうのがついてまして、90キロ以上出ないようになってます。へ、面白いです。あんまり見ることないので。そうですね、あとはサードフが出てる。あ、本当だ。こちらにですね、ごめんなさい、冷蔵庫は、冷蔵庫付き、はい、結構容量が大きくて、本当だ。でも、なぜかカルピスリッチがある。冷凍までできる。誰かの好み。面白い、そうなんですよ。ありがとうございます。いいよ、ぜひ、あの、一緒にいる方に乗ってもらいたいかも。吉田ゆみチャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。